久保さん、今回野村正樹さんいい言葉ですね凡人,は凡人は不満を嘆き賢人は不満に学び達人は不満を生かすそして偉人は不安をも楽しむこれすごいうまいですね <laughs> <laughs> 凡人は不満を抱き嘆き賢人は不満に学び 達人は不安不満を,不満を生かす。そして偉人は不安をも楽しむっていう <laughs>。これめちゃくちゃうまいっすね。この前ごもっともだなっていうぐらいっていうか、これはうまいな。野村正輝さん、俳優っすね、はい。これなんかね、昔そのスポーツ番組で、スポーツ番組じゃないかな。なんかで、 けっまああんま詳しくないっすけどこの人。な、な、なんすかね。なんだっけな。なんかあの筋肉チャレンジかなんかで見てたような気がする。69歳。今69歳らしいっすね。うん。うん。なんかコメント来たらしいじゃないっすか。 まあ僕はコメントねオフにしてるので <laughs> 来ることはないですけどねそう僕はあのそのなんだもう疲れちゃいましたねあの時間は有限なんであのそのコメントを見る1秒の時間を排除しましたねそう,うん,なんかその付き合う人というか見る情報とかもそれも精査 するようにしました、ねまあそれもいろんな考え方があるんですけどね。うん。だけどなんかまあ今はそのアカ,アカウントバになってからこ,このやり方に変えてまあよかったですね。昔はねまあ久保さんと同じようにコメントオープンにしてていろんな人のコメントまあアンチも来るしよく分かんないコメントも来るしまあ全部なんかいろいろ目を通して対応してましたけどまああのアカウントバになってから方向性を 今の形に変えてまあ、よかったです、僕は、ねうん。まあ、僕のコメ僕にコメントが書かれなくても、久保さんがオープンにしてるんで、久保さんのコメント見てもいいでしで、ね、しコメント見たかったら。<laughs> うんそううん、僕は YouTube のそのコメントの機能を利用しなくても、いくっていうね。 あ、そうだ、今日、久保さん、誕生日ですね、僕ね。誕生日だよ40歳になりましたね。40歳になっちゃいましたね。久保さん、40歳です。僕、今日。<laughs> そう今日、今日、あの、商品販売のことで頭いっぱいだったの。今日から新商品ですよ。待望の新商品、久しぶりに出るんですけど。新商品ですよ。 昨日もね、その、商品販売に向けていろいろやってたんですけど。まあ、とりあえず今日はもう、ある程度準備終わったから、ちょっとピピってやっと終わりで。まあ、でも動画撮んないといけないなまた。うん。まあ、誕生日なんですけど、仕事で終わると思いますけどね、今日は。うん。まあ、売り上げ作んないと。まあ、40歳って結構ね、やっぱ節目なんでね、ちょっと頑張ろう。 もう折り返し地ですからね。うん、今回は結構ちょっと頑張って売りますよ。はい、行ってらっしゃい。